はい、創価学会の皆さん、こんにちは。今日はね、ちょっと面白い、文書がね、流出してると見られますんで、それについて、ちょっと検証してみたいと思います。通知書とね、いう文書で、要するに、現在の執行部の悪口を言った人間を、創価学会員からですね、除名するという文書なんですよ。で、これはね、実際の流出文書からですね、あるいは反執行部の連中がでっち上げた文書かということはね、私は第三者でありまして、またネット上で流れているものだけを見てですね、真偽のほどは定かでないんですが、いずれにしてもですね、これを流出された文書と見るか、あるいはでっち上げの文書と見るか、これはまあ皆様方のね、判断に、委ねますけれども、まあネット上でですね、検索してみてください、皆さん。創価学会、通知書、査問とね、そして検索されますといっぱいね、出てきます。しかしね、いずれにしてもこれが、偽物であるか本物であるかとは別にしてですね、こういうような文書が出てきたということは、今、創価学会の組織がね、揺れてるということですね。その文書の全部の内容はね、あるブログに全文が出ておりますんでね、後でゆっくりね、お読みになったらよろしいんじゃないかと思います。ここではね、すべて、読んでね、皆さんにご紹介したい、することはね、ちょっと差し控えて、おきます。で、これはね、内容そのものを読むと、これね、当たり前のことなんですよね。執行部の連中を指してね、極悪とかね、インターネット上の、まあ、掲示板かなんか知らないですけども、書いた人間がね、除名処分になるというのは、これはまあ組織を運営する執行部としては、ごく当たり前のことではないかと思われます。これは一般社会でもね、皆様方の、お仕事なさっておられる会社の社員の中にね、彼に何名かがですね、営業マンで外回りをしていて、ね、あちこちの会社でですね、うちの社長はとんでもありないことをやってますよとかね、うちの会社はブラック企業ですよなんてね、言い触れ回るような社員がいたら、会社としてはですね、社長が呼びつけてですね、どういうことなんだと、それでも注意しても治らなかったらね、クビになっちゃうということはね、それはまあ当然のことなんですけどね、この文書、真偽のほどは別といたしまして、問題はね、そういうところにはないわけですよ。言わずと知れて皆さんご存知のようにね、創価学会創立、去年11月18日、創立80周年記念の会合がありましたね、総会が。今までね、鉄壁の団結だったわけですよ。執行部、あるいは池田大作さんのね、角の一声で、右向け右、左向け左、支持は公明党、全員賛成ということをね、やっていたんですが、このね、鉄壁の団結が崩れてきたということに、この文書の本質が、あるんじゃないですか。具体的にはどういうことかと言いますと、今の原田会長を中心とする創価学会の執行部、そしてそれに反対する反執行部の連中がね、創価学会の組織の中にね、たくさん出てきたということですよ。去年、除名された、離脱僧侶ですね、学会の坊主ですね、宮川雄法というのがいたのをご存知だと思いますね。これは、随分日蓮宗主の悪口をね、言っておった坊主で、日蓮上人がご本尊を所写するときはね、ふんどしした格好でね、所写してとかね、もうでたらめのね、とんでもない嘘を言ってた、まあ、急戦法なんですが、これ除名されてね、今皆さんご存知ですか、この、
学会総宮川雄吾除名されてですね、現在は反執行部のですね急先鋒となってですね、大暴れしとりますよ。で、総学会の組織をかき乱すね、一つの人間でもあると。またこういう人間とですねコンタクトして、極悪なんてね書いてた人間を、まあ、取り調べをしているということでしょうね。要するに執行部と反執行部が対立していると、これが総学会の組織の上層部で起こっているということですよ。平会員の皆さん、こういうねことが起こっているということをね、直視しなければいけませんよ。中身が腐ってきているということですよ。これはね、実名告発創価学会の青年職員、信濃町のね学会本部で働いていた青年3人が去年除名されてですね、本当今裁判を起こしたり、またサイレントアピールとか称して、公明党とか創価学会の本部の前でね、デモ行進をやったりしてますね。で、この人数がね最初は3人だったんですが、だん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 共感者が増えましてね、まあ、東京だけじゃなく大阪にもね去年のあれ10月か11月の末かな、来てやっぱり30人か40人集まってですね、今の創価学会がいかに、ダメかと、その執行部の批判をね、しておりますよ。で、それを聞きに来た大阪の人たちもね、3、40人いたということですね。こういう人間がね出てきたらと言ってね、創価学会除名されて日蓮召集にね、そじゃ来るかと言ったら来ないんですよ。なぜかというと、実名告発の青年3人もそうですけれども、今回のこの除名される人間もね、池田教徒ということなんですね。池田先生の言うことは絶対に正しいが、今の執行部のやっていることはおかしいと、ここに、問題があるわけですね。我々日蓮召集の人間から見ると、というのはね、今の執行部だってね、指定不二で池田先生だって言ってるでしょ。違いますか。で、この執行部に反抗しておる連中もやっぱり池田先生と言ってるわけですよね。で、なぜこういうふうになったかというところですね。ここに問題の本質が隠されているんですよね。そこを読み解かなきゃいけないですよね。これ喧嘩してるっていうことは、これ修羅会ですよね。信心していてですね、修羅会なんですよ、この宗教団体創価学会は。その根本の原因はどこにあるかということですね。ここに偽本尊の恐ろしいところが隠されているということですよ。池田大作のね作ったパクリ偽本尊というのは、池田大作の地獄ガキ畜生修羅会がね凝縮されたね、恐ろしい抹消偽本尊ということですよ。で、そういうところからこういうね、反発する人間が出てきて、またそれを弾圧する側のね、執行部の、こういう文書が出てきてるということです。これは氷山の一角だと思いますよ。離脱僧侶宮川雄法の話によりますとね、去年は数百名、反執行部の連中が除名されたらしいですね。今年はこれなんか埼玉県の創価学会の会館からの流出文書みたいなんですけど、これは全国的な規模でねやられるということで、で、これね、誰が判断するかっていうと、本部長あたりがね、この平会員はね悪口言ってるとかね、この支部長地区部長はダメだとかね、決めつけてですね、どんどん、都合の悪い連中はね除名にしていくと、まあそういうふうな感じみたいですね。ネットでね、学会員さんの書き込みを見るとね、もう反発してますね。左門元年とかね、左門もしないでいきなり除名にされるとかね、そういうふうなことを書いております。
で、仮にね、これね、除名、まあ、100人か1000人か知りませんけど、されたら、彼らもダメ、バカじゃないですからね、もっともっと今より異常にね、3倍、5倍、10倍と、白海を、物に出してですね、反発、あるいはデモ、あるいは裁判沙汰になってくるでしょうね。こういうふうにして、破門27年、昭和、平成3年、破門されて27年後、今はですね、こういう創学会の姿になっちゃったということですね。何も知らないで、純粋に信心されておられます、皆さん。創学会を一日も早くね、脱会されて、やはりちゃんとしたケチ脈のあのご本尊様をいただいてね、歴代芸家の発水写病のですね、新人ケチ脈不法の大聖人様の血が流れるですね、富士の清流に戻ってくるということですよ。そして昭和2年10月12日の大御本尊様を中心に芸家様の指導を心に刻んで松寺のご住職、指導教師のですね、指導を、忠実に守ってですね、事業桁の新人をして、一生成仏ですね。一生成仏とはどういうことかと言いますと、苦しい時も楽しい時もですね、死ぬ瞬間まで仏道修行をしていくということですね。そして自分の宿命を転換して、幸せな境涯、そして、即身成仏を成し遂げると、そういうね、信心をしないといけませんよ。なんか金が儲かったとかね、なんか棚からぼた持ちのご利益信仰が創価学会ですが、大聖人の仏法というのはそういうふうなね、軽い薄っぺらいものじゃありません。じんじんとくるものがね、深いものがあるんですよ。それは創価学会にいたら味わうことができないんです。やはり、ご僧侶、正しいご僧侶ですね。のもと、新人修行をされるごとにですね、じんじんと皆様方の心に入ってくるものが必ずあると思います。今日は以上にしておきますけれども、どうかどうか何か質問とかありますかとはね、私、大阪でございますんでね、いつでもご遠慮なくお電話ください。電話番号ね、下に書いておきます。またこの全文ですね、通知書の全文も URL をね、下に貼っておきますのでね、ゆっくり後でお読みください。今日は以上です。失礼いたします。